どうもみなさんこんにちは長崎提京ちゃんぽんです7月4日月曜日食を失いますということで急遽この動画を撮っておりますこれどういうことかと申しますと現在私ですね長崎ケーブルメディアの南電カフェという番組に週3日レギュラーとして出演させていただいているんですねでその南電カフェという番組が明日から約3週間お休みになるんですよ これはですね高校野球長崎大会の生放送のために番組がお休みになるということなのでぜひ皆さんにはねその高校野球長崎大会を楽しみに長崎ケーブルメディアをご覧になっていただきたいんですが、えー、その期間中、私は職を失ってしまうとあそういういわけなんですね、はいまあ、もちろんですね他のレギュラー番組だったり、まあ、すでに決まっているお仕事っていうのもあるっちゃあるんですが。 1>, まあ1週間のスケジュールの中でこの南電カフェが占める割合というのはね僕の中でかなりでかいのでまあそれがなくなってしまうとまあ収入的にもねかなり厳しいことになっちゃうんですよね。はい、でこの高校野球の生放送っていうのはまあ毎年やってることなのでえ私毎年ねこの時期職を失ってるわけなんですがまあ毎年ですね私の知り合いの 工場でアルバイトをさせていただいてたんですね、この期間中は。なので、なんとかこう食いつないでたんですけれども、今年はですね、その工場でのアルバイトっていうのができなくなってしまったんですよ。はいなので、き、え、よ、ー、ちゃん、大ピンチということなんですよ。私もね、もう結婚もしておりますし、子供もも2人おりますので、ここに来ての,、えー、この収入がなくなるっていうのはね、かなり苦しいわけなんですね。 でこの YouTube を今ご覧になっている皆さんに何をお伝えしたいかと言いますとまずはですねこ YouTube のチャンネル登録そして高評価の方をお願いいたします。はいもうそれだけでもねだいぶこう心の支えになるというか、えー、モチベーションが保てますのでどうぞよろしくお願いします。そそして明日からのの番組がねねお休みの期間間中約3週間です、ね 私毎日この YouTube で生配信をやりたいいと思いますでそこでねもうのまねでも一発ギャグでも,もう何でもやりますのでぜひ皆さん、スーパーチャットスーパーチャをください、お願いします。まあ、こんなお願い、ね、もう申し訳ないですし本当、恥ずかしいんですけれどももうこ恥をしのんでスーパーチャください、お願いします。はい はい、そして何よりこの今、動画を見ている長崎のメディア関係のお仕事されている皆さんイベント関係のお仕事されている皆さんそして企業の皆さん7月きよちゃんぽん暇でございます。もう中継でもロケでも司会でもネタでももう何だったらもう荷物運びでも,もう何でもやりますのできよちゃんぽんに仕事をください。 そしてですね吉本興業、アルバイトは禁止しておりませんのでこの期間中、ですね、まあ、長崎で、まあ、お店をやっている方ですとか、まあ、飲食店を経営されている方ですとかね、まあ、今日ちゃジャンプもアルバイトとして、まあ、客寄せでもいいですしなんか一日店長みたいなことでもいいですしもう人手が足りなかったらね本当一アルバイトとしても全然構いません。もう交通費とね少しこうお気持ちが いただければもう全然構いませんのでぜひですね、えー、皆さんあのツイッターインスタグラムの方でダイレクトメッセージ送ってくださいそれを私が吉本興業に通して、えー、スケジュールが合えばですねお助けキヨちゃんマンとして皆さんのお店に行かせていただきますはい反射は NG だよはいぜひ皆さんどんどん おおおお仕事メールお待ちしししておりままますすよろく願いいはとまあね皆さんにこうお願い事ばっかりしてきましたけども、えー、まあ状況は厳しいんですがこれもね自分が選んだ道ですしなんかこう暗いことばっかり言ってもねしょうがないので、まあ、時間はありますから、えー、ポジティブにふ、ねまあ、普段できないことにいろいろチャレンジできる3週間にしたいなと思っております。 えー来週の BS 吉本地域 t h e 5 o の生中継も平戸市で行う予定ですし、まあ、家族サービスも、ね、いっぱいしたいなと思っております、はい、もう有意義にこの3週間過ごしたいなと思っておりますので、えー、今後ともキヨちゃんぽんの応援の方をぜひよろしくお願いいたします。えー、以上ご報告でした 本当に最後まで、えー、視聴していただいてありがとうございました。OKKO、OK。ありがとうございます、あ。あ、この動画を見ている皆さん、素晴らしい。というわけでどうもありがとうございました。